本堂本堂、変額、近松門左衛門母交際寺は、兵庫県甘笠崎市にある日蓮宗の寺院。三号は、九口山。かつては、九口妙剣の神宮寺であり、近松門左衛門ゆかりの寺院としても知られている。九本山は、京都本万寺、むしろ社宝園。創建には、諸説あるが、織田尊生では、説明書図を引用して、九百五十七年に、 ただ、三中が勘定し全州の寺院として創建された。あと、1714年に、日照が再高し日蓮宗に改修したと、記されている。再高には、天川崎城主、松平家の協力を得て、三中勘定の妙見宮を祀った。日照は、大阪にあった船丼や、天川崎や吉右衛門の次男で、出家の後偶然妙見菩薩のお告げを受け、 三中ゆかりの道地を少女混流の地に決めたという。この時混流に尽力したのが、近松門左衛門であった。日蓮宗の信者であった近松は、日照のせいか、甘崎家の支援者だったこともあり、混流本願人として貢献している。近松作品の出版元であった、大阪の小本野球衛門や、歌舞伎役者、三代目。 嵐三英門他役者や商人がこぞって寄進し、妙見宮本殿や本堂などが混流された。近松は自ら寄進した、この寺をこよなく愛し、寺では本堂を裏に彼の仕事部屋を作った。後に近松屋敷と呼ばれた、この部屋に晩年の約10年、十里の童貞を厭わず、訪れ、大教寺、昔ご読み、 女殺油地獄などの名作を次々に生み出した。近松なき後も、この部屋では彼を忍び、大阪の役者たちの手で、浄瑠璃が上演された。また、産経に訪れる役者が絶え間なかったという。だが、明治の廃物希釈により、貧窮から、境内は、最高時の4分の1に減り、本尊の日蓮像も売却されるなど、急速に疲弊していった。本堂が傾き、 幽霊屋敷と噂されるほどの後輩ぶりに、入山の下見に訪れるも驚いて逃げ帰る層がいたとされる。その後、本堂は、クリア書院と共に1987年に新築された。1995年の阪神・淡路大震災では本堂に、ひびが入り、山門や妙剣道が傾き、地下松の墓碑が倒壊するなどの被害を受けたものの、 1999年6月20日の妙剣道落景法要をもって境内の復興を遂げている。妙剣道、妙福稲荷、妙剣宮変額等の石材が本堂西川の横か脇に置かれている。なお前日の震災では妙剣宮の鳥居も崩落しており、跡地には河原吹きの横門が再建された。横門前には、 病研堂大鳥居や近松の墓碑等について、国名された石碑が立っている。須佐のお神社、鳥居近松記念館境外西隣のかつて、病研宮があった場所には、須佐の命を祀る須佐のお神社が鎮座している。また東隣には1975年11月22日、財団法人、近松記念館が開設し、近松ゆかりの資料約100点が展示されている。 さらにその周辺には、近松公園が2ヘクタールにわたり整備されている。近松の命日、11月22日前後の休日に開催されている。同祭では、本堂にて、追善法要、近松墓前にて度胸が行われ、浄瑠璃人形による昇降等がなされるほか、境内では、野立が行われる。また隣接する近松記念館では、 人形浄瑠璃や落語等の放納芸能がホールにて開催されている。ありがとうございます。